こんにちは、ゴッドファーザーでございます。今回ね、あ、なんか再生が始まっちゃった。はい、失礼しました。今回いただきました誕生日プレゼント、そしてその他の方からも結構送られてきましてね、どっさりという感じでございます。本当に嬉しいなと思います。中でも動画でのプレゼントをくださった方が、まあ、たくさんいらっしゃってね、今回こういう風なバースデーカードももらったりとか、あ、そしてトラヤ、とってもいいですね。私の好きなものをよくご存知でございます。やっぱりね、動画で表現するとなんか好き嫌いとかが伝わりやすいのと、多分こういうことじゃないかなっていう風に察知してもらえるっていうことはありますね。まあ、ですからどんどん信頼関係も高まっていくし、楽しくなってくると思います。で、今回ね、私のプレゼント返し代わりに少しアドバイスをさせてもらいます。動画に関してですけども、やっぱりね、欲をつけたりとか演技をしたりとか、さまざまアクションが必要なことがありますけども、これはね、何も私たち YouTuber だけに迫られていることではないんですよ。有名な女優さん、俳優さんも日々演技のトレーニングをしています。声優さんも声の出し方によっては体も動かしてるんですよ、ね、ラジオのパーソナリティの方も驚いた時には見えないのに、うわびっくりしたっていう風にやってるそうなんですよ。そうすることによって見えてないけども雰囲気が伝わるようなね、形になるそうです。で、私たち YouTuber っていうのはもともと大勢の人が、ほとんどの人が普通の人なんですよ。だから演技とは程遠いことをやっているんですが、ただ日常会話の中でね、やっぱり喜怒哀楽があればそれなりの表情とか態度になると思うんですよね。それを YouTube だとちょっとオーバーにやるだけなんですよ。最初はなかなか、まあ本当演技がましくって噛み合わないと思いますけども、そういった進捗状況も素人っぽくて受けるところなんですよ。そして YouTuber の醍醐味っていうのは、普通の人が徐々に特別な人になっていく、その過程が面白いんですよね。きっとこういう風に感じることもあると思います。自分の好きだった無名なミュージシャンやアイドルさんが有名になっていく過程を自分がまるで育ててるかのように楽しむみたいなね、 AKB 商法みたいなのがありますけども、まさにあんな感じで、メジャーになると一気に興味がなくなってくる、武道館に立つと自分の役割が終わったような気がするみたいな感じなんですよ。ですんで最近はね、一時の時のように AKB ってあまりメディアに取り上げられなくなっちゃいましたよね。で、結局人ってのはね、成長し進化するところに自分が応援してるんじゃないかなと思えることが好きなんですよ。じゃあこの週刊中年ジャンプですか、このシリーズ、なんで私がねものすごく肩入れしてるかというと、やっぱりね、変わっていく育っていく姿を見るのが私としても非常に嬉しいんですよ。だからこれから、まあ、サラリーマン YouTuberJ さんもそうですしね、西成浩二さんもそうですし、その他の方も同じなんですけども、稼げるようになっていくところが見たいわけなんですよ、うん、そのためにね、私としては労を惜しむつもりはないかなってところなんですよね。それが今回の私のゴッドファーザーからの気持ちでございます。ということで本当にありがとうございました。49歳スタートします。行ってきます。